注目の田臥2年生、1試合平均17ポイント。青6番。残り30秒です。田臥、素晴らしいパス、完全にフリーにしました。片山のスリーポイント。ボールを持っていく流れはできてきています。ただ問題は最後のシュート。ゴール下完全に空いた。ここでタイムアウト。工業のシューターです。村上打たない。スティールか。吉野工業取りました。田臥。小島、左手で決めました。細川。194センチの細川がゴール下で頑張らなければいけませんが、バスケットカウントです。ようやくポイントを返したと思った途端にもう速攻を受けています。外からのシュートが決まりませんと相手のゾーンディフェンスを外に開かせることができません。逆にスリーポイントの城工業、畑山が決めました。田臥が持っていってゴール下、小島、このオフェンスのスピードが能代工業の持ち味。これが田臥持ち込む。まず最初のポイントは能代工業です。でまだ1本も決まっていない洛南高校、これはカットしました。能代工業の高校は早くまず得点を返したいところです。さあ田臥持っていく、自分でシュート、カットイン。相手のスリーポイントを気にしすぎている洛南高校がカットイン。さあこの後のディフェンスです。田臥のミドルシュート、これも決まった。早くも3本目。田臥、佐藤、大村。さあ大村がポイントを上げられない。またボールを取られました。一方的に洛南高校の佐久本コーチはとにかく相手が能代だから特別な攻めはしません、特別な守りもしないという話なんですが、逆に洛南立ち上がり硬さが見られます。シュートがなかなか決まりません。逆にボールを取られます。なかなかリバウンドを取れません洛南。田臥持ち込んだ。35対9です。ゴール下へのパスを完全に読まれている田臥、7本目のシュート成功。今のシュートこれで決まりません。珍しく洛南高校シュートが全く決まりません。またフリーになっている菊池のスリーポイント、今度は決まった。今のが本来の能代工業のパターンです。スリーポイント決まりません。3対2、斉藤のスリーポイント決まりました。3年生の斉藤直樹、前が空いている。あと田臥、スピードがあります。ボールへの執着心という形。田臥ゴール下、若月決まりました。59対、大村が決めて26点目。59対26、斉藤スリーポイント。前半終了間際にまた引き離しました能代工業です。洛南高校はとにかくシュート前半、この田臥のシュートを決めています。その畑山、畑山はほとんど中央から打ちます。真ん中は完全に開けました。4番の畑山、そしてディフェンスは2人。田臥自分で打たない。1回畑山、その畑山のスリーポイント決まりました。畑山、田臥、菊池がフリーでいるが自分で打ちます。これが本人10本目。この試合1人で20ポイント上げています。の佐藤、これはこぼれた。田臥が取ります。その田臥に佐藤がかかる。佐藤が抑えに行く。かわした。足が滑ってしまいました佐藤。田臥、小島、再び田臥。あと惜しい。